エギナを踊るガリーナ・ステパネンコガリーナ・ステパネンコは、ロシアのバレエ団、モスクワクラシックバレエ団、モスクワ音楽劇場バレエ団を経て、ボリショイバレエ団に入団し、2013年1月1日に引退を発表するまで、プリマバレリーナとして活躍した。2013年1月25日、襲撃事件で負傷して、療養を余儀なくされた、セルゲイ・フィーリンの代理として、 ボリショイバレエ団芸術監督の代行を務めることとなった。モスクワ出身。ボリショイバレエ学校でバレエをはじめ、優秀な生徒として特に選ばれ、当時の校長で名教師として知られたソフィア・ゴロフキナから指導を受けた。1984年にボリショイバレエ学校を卒業した後、ナタリア・カサトキナとウラジーミルワシリオフが芸術監督を務めていた。 モスクワクラシックバレエ団に入団し、1988年まで在籍した。モスクワクラシックバレエ団では、ソリストとして、ジョージ・バランシン振り付け、テーマとバリエーション、風時なわしりょうふ振り付け、天地創造の魔女、ピエール・ラコットの復元祭振り付けによる、ナタリー、または、スイスの父絞り娘など、バレエ団が持つレパートリーのほとんどで主役を踊った。 モスクワクラシックバレエ団在団中には、ブラジーミル・マラーホフと共に、二人のために、アルベルト・アロンソが振り付けた、バシアンヌのソリストを踊っている。1988年に、モスクワ音楽劇場バレエ団に移籍し、ブラジーミル・ブルメステル版、白鳥の湖のオデット・オディール役やドミートリー、ブリアンツェフ版、海賊のメドゥーラを踊るなど、プリマバレリーナとして活躍した。 1990年にボリショイバレー団から昇聘されて入団し、入団後すぐに多くの作品で主役を踊り、看板スターの一人として認められるようになった。ステパネンコは身体能力に優れ、とりわけ脚力の強靭さに定評があった。完璧な舞踊技術を生かして、力強く華やかな踊りを見せ、当たり役と高い評価を受けたドンキホーテの一人役をはじめ、 スパルタクスのエギナや黄金時代のリタ、ジゼルのタイトルロール、ラバヤデールのニキアトガムザッティ、ショピニアーナのプレリュードトワルツなど、ロマンティックバレエから現代作品に至る幅広いレパートリーを踊った。グリゴロービッチ版、ドンキホーテのキトリア・ウラジーミルは CDF のバルダでの司祭の妻などでは、初演者となっている。ボリショイバレエ団入団後はマリーナセミオノワをはじめ、 マリーナ・コンドラチェは、ライサストルチコーは、エカテリーナ・マクシー・モアなどかつての名バレリーナから指導を受けて舞踊技術に加えて表現の幅を広げていった。2006年にはカルメンをレパートリーに加え、振付へのアルベルト・アロンソと初演者のマイア・プリセツカヤから多くの指導と助言を受けた。ステパネンコはかつてインタビュー内で恩師たちへの感謝の言葉を述べ、 これからは私自身が先生から受け継いだ伝統と知識を若いバレリーナたちに伝えていきたいと思いますと語っている。ボリショイバレエ団入団後の1992年にセミオーノワの指導の下でロシア舞台芸術アカデミー振付インスティチュートの教師振付やコースを修了し同年の秋にはモスクワ大学芸術学部で学んだ現役生活が終わりに近づく頃からバレエ団で クラスレッスン講師を受け持つようになった。2008年6月14日に、セミオノは100歳記念柄コンサートで、ライモンダの全幕を踊り、その翌日には、若手スターのイワンは CDF をパートナーとして、ドンキホーテ3幕のグランパドで踊った。パドズのコーダでの32回連続ヘッテの素晴らしさに、観客が大喝采したところ、 ステパネンコはもう一度完璧に32回のフェッテを披露し、テクニシャンとしての本領を発揮してみせた。同年7月7日のスパルタクス初演40周年記念公演では3幕でエ名ナを踊った。2013年1月1日に現役を引退した後はクラスレッスン担当教師として仕事量、給与ともに半人分での雇用を提案されていたが、 芸術監督のフィーリンは、劇場内でさらに上の地位への人事を予定していたと言う。1月17日に、フィーリンが、正体不明の人物に襲撃されて、顔面や雨に、重度の火傷を負って、長期の療養を余儀なくされたため、ボリショイバレエ団の総会で、ウラジーミル・メジンスキー文化賞、ボリショイ劇場総裁、アナトリー・イクサノフ、同劇場保護評議会議長、アレクサンドル・ブドベルグは、 ステパネンコの職務代行就任を発表した。現役時代のステパネンコは、数多くの賞を受けている。1984年にロシアバレエアーティストコンクール、第1位及びレニングラードコレオグラフィック、アカデミー賞を受けたのをはじめ、モスクワ国際バレエコンクールで、第2位、第1位、ウノワ賞、イタリアのダンツダンツ賞、2002年のバレエ史のダンスの魂賞などがある。 1994年には、ロシア功労芸術家。1996年には、ロシア人民芸術家に選ばれている。AB 女性が、ボリショイバレエ団のトップに就任するのは、ステパネンコが初である。ウラジミール・バシリー・ヨーフ。ボリショイ劇場の元芸術総監督、ウラジーミル・ワシー・リエフとは別人。フエット。バレエの回転技の一種で、 片足で軸足を鞭打つようにして回転する。この記念公演は、それぞれの幕ごとに主要人物キャストを別のダンサーが踊るという趣向であった。一幕のエギナは、ナデジダ・グラチョーは、二幕のエギナは、スベトラーナザ・ハルワが踊っている。ありがとうございます。